イベントチケットもらったんでイベント戦打ちます。前回のイベント戦で、まあ、連勝結構調子良かったんですが、私の過去のイメージ、イベント戦はなんか負け越してるイメージが強くて、しかも負けのポイントが大きいと、あんまりいいイメージがないです。またイベント自体に興味がなくて、団員の無料チケットもらえなくてイベントチケットもらった、こんな時にイベントを打つんで、あんまり積極的には本当は打ちたくないと。旬ドラドラ3900、まあ動いて虎の難切っちゃおうか。まあ差し駒でつけば満貫ですが、まずアンクでいいやと。まあちょっとこれはポンの保険取ります。特にここを使いたいんで、ここを使いたいんで、ここをチーポンできる形にしたい。最低残クは2個みたい、旬を泣く以上は。まあ、何を持ってた人は何も手の中にあるんで、3ワン引いた時だけ差し子取ります。ローソー引いたら普通にリアン、あ、フリテンか。リーチ、リーソー、チーソーがリーチ者出てるんで、スーソーは比較的出るかなと、出やすいかなと。ただザンクで親槍に突っ張るハメになったんで、まあ、残クで親に突っ張る、ちょっとデメリット不利だなと。これはリーチ者警戒して数層切りがたまたま私の論敗と。トン2曲トンです。おたかぜポンであの捨て牌、マンズの染めてプラス後付け自牌、ポンです。ただ後付け自牌だから全部自牌を抑えるっていうのはちょっとしないですね。私の手もなんか上がれそうなんで、あ、マンズを染めてって言ったんで、マンズを切るぐらいだったら7ピン切った方が良かったです。せっかく呼んでるのに、この9番でポンされるのはちょっとミス、他の上の人右の人に迷惑かける。ゲームだとあんまり迷惑かけるっていう発想はないんですが、実際のマージャンだといいですわ。自分が切った牌でバンバン流れて、見え見えの染め手に私が泣かせていると。なんか右の人と上の人にすいませんみたいな。ウーピンが2枚切れなんで、あ、ミス。あ、でも三蔵がドラだしな、ちょっと難しいですね。リーチちょっと感触悪いんで、パーソー急走として少し回ります。まあこれはマンズの染め手なんで、なまじ経典しちゃってて、しかも親なんで突っ張るっていう。面前だと回避できるんですが、泣いちゃうと回避できないと。まさに全局の私みたいな状態です。難しいですね。それがいいのか悪いのかは分かんないんで、特にゲームのトンプー戦だとそれを有効に使わないとスピードについていけない場面があるんで、実際のジャンソーのマージャンだとちょっとうざがられるかなと。一緒に打ってくれる人がいなくなるかなっていう打ち方の一つなんで、
まあ、理由がない限りは、お母さんにを説得できるくらいの理由がなければやらない動きです。ただ親の時はもう上がり見て全くいいと思います。どうしよう。あとは数ピンにくっつけて2つ外すと。遠くにピンズの染め手は見ていますが、E ピンから引くようじゃダメですね。トンとか3ピンから引けばピンズに寄せますが、まあ想図が埋まったんで問題なし。ピンチだわ。これはちょっとヤウッソーに酔うんで、まあただ分かんないですね。こんな街でリャンウッソ一点読みは無理なんですが、手は1枚見えている。ポンもチョンパイ言いそうは通るでしょう。リーズトンがちょっと怖いですね。トンがなんでこんな出てないのと。誰かが、あ、上出た。トンが出ました。スッチーピン掴んだ。ちょっと、あと、ツモが3つ4つでこの手格好。ちょっと溜めてますね。早く積もう。リーチかけた後にああいう風に溜めるのって積も以外無理だと思うんですけど、なんで今溜めたのかは、溜めれたのかわかんないです。あれ？ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。あ、キューピン流局。左がサブロッソー、上がスッチーピン。あ、スッチーピンは掴んでたし、リアンソーじゃなくてサブロッソーか。オーラスで200点で、あと200点でトップ。ここは1000点で OK です。天砲みたいに3万点超えなくても MJ は曲が終わるので。まあ供託が DO2 本あるんで3万点超えますが、 MJ は3万点超え必要ないです。チートイツには行きたくない。ちょっと迷うな。クイタンに今決め打つべきかすごい迷いました。チートイツには行きたくないんで、クイタンちょっと強引すぎるなと。ただまあ5トイツなっちゃうとな。チートイツ固定で、まさかのテンパイ、すごいな。ドラソバのパーピンは出づらいですが、パーソは2枚入れ。チーナちゃん、64のテンパイ。リーチ。あ、これいいんじゃない。
あ、私切ってますね、自分で。他3人の捨て牌は見ますけど、自分の捨て牌ってあんまり見てないんですよね。お、ラッキー。左の人はラスなんで、チートイドラドラ、降りても4茶なんで当然攻めてきます。オーラスでチート行きたくないなとは思ってましたけど、パー1のポンを我慢して、本当はメンツ手を見てたんですが、まあ五統一になっちゃうと、まあ仕方なしのチートを見て、それが偶然テンパって上がりにつながったんで良かったです。せっかく9段リーチかけたのに、またこんなに下がっちゃった。だいぶ8段と7段の壁、まあ、9段の壁か、もうここに200戦以上超えれないなと。早く10段に行って言及のやり取りとか、もう多分すでに行ってる人はその言及の仕組みとかは分かってると思うんですが、私はやったことないので、まだ行ったことない人のためにも、研究の10段以上になるとこんなやり取りあります。それを説明したいと思います。今回もありがとうございました。